暑いね。夏だね。夏やね。夏だね。なんかあれあれあそこにいんのなんか上手い人、富田塾のこの前高校にされた富田塾のサイババさんじゃね。サイババさんや。あれあれちょっとあれ弱いマスケンさんじゃないか。あああのそのせ言いやがったな。その説はどうもありがとうございました。5人やってマスケン何匹釣れた？ゼロ。ゼロ。富田塾は富田塾釣った人を5対0でマスケン負け。今日お忍びで来てるんですね。そうですね今日は。わあ。ちょっと今1人だから。なるほど。多分今3人いるじゃんマスケン。3対1だったらワンチャンあるんだ。それだ。よしちょっと対戦申し込もうぜ。対戦やっちゃいますか。では、ルールをお願いします。ルールは3本選手、はい、だけどもマスケンチームは今3人いるから野田大さん1人対マスケン3人一気に投げて、はい、先に3本チームが勝ち。おサイババさんが一人で3本取んなきゃいけないと。一人で3本でマスケンは全員で3本だから全員で3本実質3対1だ。そうです。これは頑張るか。じゃあでもめっちゃ強いから頑張っちゃおうかな。あの時のリベンジを悔しい思いを今日は勝ちます。いや今回はまた俺はまた今日は勝ちます。絶対俺だからね。今日は俺だ。弱いかんな。絶対に俺だ。お前弱いかんな。よしではじゃあチームマスキングはメガネ、エヴァ、コスタで野田大さんってことで今回も絶対いっぱい強そう。やばい絶対勝つよマジで。やばい。うーわけるくるいなぁ。なんだろう頭おかしいんだろう。おかしいおかしいおかしな担当なんで彼は。ではいきます。はい。32、1、スタートです。なに丁寧に行こう。丁寧に、一本大事だから命大事。命を大事にね、作戦。はい、野座台の兄貴に勝てるチャンスだぜ。みんな来ました。はい、よいしょ。よし追い詰めたぞみんな。やばいぞ。まだまだ意外と GPS だこれ。イエーイ。神が味方してくれてる。うわマジかよ。もう下よりも大ちゃんがこのの釣り座で3本する方がやっぱ大変だし、ね、もうそれはもうあの野田大さんが全然か、うん、変わってくれって言えば全然ここでいいよ。変わるわけねえだろ。プライドがベジータみたいなプライド。やばい。よっしゃ。うわ見てるぞ。よっしゃ。いやだ勝った。結構めちゃくちゃ悔しいんだけど。やったぜ。はい、バトル終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ結果発表に移りたいと思います。よー結果0対3。あれ俺釣らなかったっけ。あれ一匹も釣れないっけ。一匹も素晴らしいですね。えいや一匹あれ一本ぐらいか。あれ0対3で釣りますマスケンチーム。やらかしました。まあ飛び田塾ちょっとリベンジできたのかな。
ゴーゼロのあの大敗から、あなたはマジでこれ怒られるやつだ。どうしよう、ゴーゼロやめる。いやいやいや、答え答え、やめないで、やめないで、やめないで、ダメです、ダメです。いやでも本当にありがとうございました。もうもうこんな僕らに付き合っていただいて本当にありがとうございました。何本釣ったんだっけ。あなたの私だけ 3? 今からお前ら殴る。殴れで、殴れで、殴れで、殴れよ。いやいや、徳地さんに怒られちゃいます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。